この冊数いけるかな。よっしゃ、いくぞ。映ってる？いくよ。よいしょ。黙って、無理無理。突然なんですが、今から皆さんに2つの書店さんで撮っていただいた映像を見ていただきたいと思います。どうぞ。まずこちらが大阪にあります紀伊国屋書店梅田本店さんの映像でございます。私なんか喋っておりますね。続きまして、こちらが紀伊国屋書店新宿本店の映像でございます。私が喋ってる横に私の本も置いてくれておりますね。ありがたい限りです。ありがとうございます。改めまして、どうも、あいちです。で、今ご覧いただいた映像の中でドドーンと陳列されてた参考書がこちら。多分見えてないから編集って入れてますけど、教科書ぴったりトレーニングという参考書になります。皆さん、教科書完全準拠という言葉を聞いたことありますでしょうか。今回のこの教科書ぴったりトレーニングは、タイトルの名前通りなんですけど、教科書にぴったりのものなんですよ。つまり完全準拠といって、教科書の内容に丸々沿った内容のものになってるんですね。ただね、ここでごちゃごちゃ喋るよりも、さっき見ていただいた書店さんで今こう流していただいている映像を見ていただいた方が、多分ポイントつかめると思いますんで、ちょっとそちらを見ていただきたいと思います。お買い物中の皆様、はじめまして。 YouTube チャンネル、とある男が授業をしてみたの配置と申します。今回こちらの教科書ぴったりトレーニングのポイントや使い方について話していきますので、よかったら少々お時間いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。私が個人的にピタトレと呼んでいるこの教科書ぴったりトレーニングなんですが、最大の強みとして個人的に挙げたいのが、やはり教科書の内容に沿ったワークブックになっている点になります。こちらがですね、中学校1年生の数学のピタトレの中身を今映させていただいてるんですけど、P12 から13っていうふうに書いてありますよね。これが何を表しているかっていうと、学生の皆さん自身、もしくは皆さんのお子さんが実際に使っている教科書の12ページと13ページにこの例題1の内容が載ってますよ。そこと内容がリンクしてますよっていうのを表してます。で、ここからがまた個人的にすごいなと思ったところなんですけど、今ご覧いただいたのが左側のページにある例題の部分になります。で、その右側に基礎問題の問題演習が載ってるんですけど、見てください。これ、例えば四角1番、教科書 P12 の問1の連動してると。だから、つまり教科書で、例えば例題やって、その P12 の問1をやるとするじゃないですか。その問1が終わったら、この問題が類似問題になってるから、ここも一緒に練習するとさらにこう定着しやすい、自分の力になりやすいですよっていうのが1問ずつきっちり載ってるんですね。さらにですね、今ご覧いただいたのが色がピンクベースのピタトレ1要点チェックというページだったんですが、ページをめくるとですね、緑ベースのピタトレ2だったり、オレンジベースのピタトレ3というページがあります。で、これはレベル別になっていて、練習問題だったりとか、もっと難しい確認テストと言われる、かなり実践的な問題になってたりするので、学生の皆さん自身だったりとか、皆様のお子様がどういう学習レベルにいたとしても、自分にフィットするレベルでこう使うことができるんですね。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。問題集とか参考書、ワークブックって、いっぱいあるので、どれがいいんだろうなって悩まれることもあるかと思います。個人的にはどれが良くてどれが悪いっていうのは特にないと思うんですね。その子その子のタイプによっても合う合わないもありますから。ただですね、教科書準拠のものに関しては、やはり中間テストとか期末テストの定期テストを勉強頑張る子、特に塾とかではなくて自分の家で自学で頑張ろうと思ってる子にとっては、ものすごい手助けをしてくれるアイテムになると心から思ってるものですので、ぜひ今回ね、ここまで見ていただいた皆さんの選択肢の一つに入れていただければ幸いです。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。以上、ハイチでした。はい、ということでね、映像の方ご覧いただきありがとうございました。個人的な思いですよ、個人的な一意見として聞いてほしいんですが、学校の中間テストとか期末テストの定期テストに関してだったら、この教科書準拠、完全準拠のピタトレが一番の相棒になると思います。いや、めちゃくちゃ心強いから。だって国語の教科書に実際使ってる載ってる文章の問題がちゃんとあるんだから、同じの載ってるんだもん。やっぱそこまで心強いのはないので、強制は
しないんですけど、よかったらね、選択肢の一つに入れてみてください。最後に1点だけちょっと気をつけてほしいことがあるので、それを伝えて終わりたいと思います。今回のこのピタトレに関してはこんな表紙になっていて、必ずここに教科書会社さんが書いてあります。このピタトレは数学の経林館さんというところが作っているものです。で、学生のみんな自身が探す時も、あとお父さんお母さんがお子さんのために買う時もそうなんですが、お子さんが使ってる教科書を必ず確認してください。これ数学でだいたいこの横のとこの下にこうやって会社さん書いてあります。これ経林館と書いてあるので、この教科書を使ってる方はこの経林館さんのピタトレが一番フィットする。当然ね、これをセットで使ってほしい。その違う会社さんのを買ってしまうと、中見た時に特に国語とかまさしくそれです、えってなってしまうので、必ず教科書会社さんを調べた上で、まあ、ネットとか、書店さん行ってもらってご購入いただけたらと思います。ということで、今回はねこちらの、まあ、宣伝にちょっとなってますけども、よかったらね皆さんの選択肢に入れてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。